こんにちは。アマゾエスサポーター、堀秀夫です。最近ね、50取引、月間50取引クリアしましたという報告がね、続々と届いています。で、中には50取引クリアすると、もう劇的に、ね、カートが取れて、ガンガン売れてくるというふうにね、期待している会員さんもいらっしゃるんですけど、そこまで極端に変わらない。 まあ、極端に変わらないと言っちゃなんなんですけど、例えばね、えー、もう周りの人たちもみんな月間50取引なんか全然クリアしてないと言った場合にはね、えー、50取引すると、まあ、劇的に売れるようになります。まあ、ところが、もう最近はね、えー50ル、50取引どころか100何十取引してる人も、まあ、会員さんでも、えー、出てきてますし、まあ、FBA 使ってる出品者であれば、逆に50取引できてないと。ね あの、ライバルの状況ですね。えー、50取引できてないというケースが考えにくいと。そうなってくると、もう、50取引以下だと、まあ、売れないのは変わんないですけど、50取引以上になっても、その、自分が勝ててる商品じゃなきゃ当然なかなか売れないという状況なんでね、えー、その夢のようにガーンと売れるってことは、まあ、残念ながらないです。で、じゃあなんで50取引というのを、まあ、こだわってね、えー、まずやるのかってことなんですけど、まあ、 50取引やる前のアカウントは売れにくい。 まあなんかこれ言って言うとね、50取引じゃあやればやっぱガンと売れるんじゃないのって感じがするんですけど、そうではなく、50取引やる前のアカウントの場合は、もうね、FBA が2名,いた2名以上やったら厳しいねとか、そういういろろな条件をクリアした上で商品探しをしてるんで売れるんですけど、今後50取引をクリアした場合はね、同じ FBA のライバルがいた場合でも自分が勝てる可能性が十分出てくると。 そういうので、まず、えー、売れにくいアカウントから勝負できるアカウントにするのが、まず50取引をクリアしなきゃいけないと。ね、50取引以前はもう、えー、なんだ、見習いとかね、えー、仮免とかそういう感じでね、戦いにならない、ね、勝てるわけがないというアカウントなんですけど、50取引を超えた後は、まああとね、えー、勝てるかもしれない、勝てる可能性が高い、商品によっては勝てるというアカウントになります。そしてもう一つ。 これ大きな理由ね。50取引することで目標達成感を味わってもらって自信をつけると。まあ、アマゾンの場合ね、1ヶ月、ゆっくりやっても1ヶ月でアカウントできて物が売れるんで、他のネットショップとかね、eBay でのそういうのに比べたら、はるかにね、あの、達成感は味わいやすいんですけど、 まあ、それにしても、やっぱり50取引をまずするというのをね、目標にして、50取引することによって、あ、ちゃんと売れるんだ、こんな売れるんだ、というね、えー、自信を味わっていただくというのもね、大きな理由の一つです。これね、せいぜい長くて1ヶ月、まあ、せいぜい長くて3ヶ月か、ねで。できれば1ヶ月で達成できる目標をどんどんクリアしていかないと、やっぱり人ってね、 えー、半年一年後には稼げるようになるけど、それまでは全く稼げませんというようなね、アフィリエイトとかアドセンスとかみたいなものは続かない人が多いです。もうこれはしょうがない、ねえー。このやり方で稼がなきゃもう死ぬという状況にならない限りはね、まあ、普通、まあ、せいぜい3ヶ月で成果ではないことをずっとやり続けられるっていうね、信念というかタフな精神力というか、持ってる人は稀なんで、まあ 一ヶ月、あるいはね、長くても三ヶ月で達成可能な目標を与え続けて、稼げるようになってもらうというサポートをしてるんで、そのためには第一段階としてこの50取引というのがね、非常に意味もあるし、手頃な目標なんで50取引という目標をつけてます。で、無事、50取引、ね、できた後の商品展開なんですけど、とりあえず50取引クリアするまでは、人によっては若干の赤字でも、 あるいはね、商品売って利益出なくても、とりあえず、まあ、売って、アカウントの状態をね、売れる商品だったらきちんと売れるという状態に持っていくのが大切なんで、まあ、利益は、え、第一優先事項じゃなく、え、やってましたけど、50取引をクリアした後は、50取引をキープしながらね、今度は売れて利益が出る商品を探すという方に重点を移します。 えー、たくさん売れて売り上げ多いけどね、全然儲かりませんってやってもしょうがないんで、えー、売れて儲かる商品を探す。じゃ売れて儲かる商品はどう探すか。とりあえず、50取引クリアしていることによって最低限、えー、売れるはずの商品ならね、えー、まあ、売れるという状態になってますんで、えー、売れて儲かる価格で出品して売れる商品を見つけると。これね、非常に重要なことなんですけど、 売れました。え、利益出ませんでしたっていう商品いくら見つけても取引件数増えるだけ。で、売れて儲かれ商品を出して、でも焦って値下げしていっちゃったら結局ね、売れても、売れだけど儲かんない商品になっちゃうと。この見極めが非常に難しくてね、商品探しと同じぐらい価格をいつ下げるか、いくらで出すかっていうのは重要なんですけど、まあ何しろ、ね、50取引やった後の 段階としては売れて儲かる価格で出品して売れる商品を見つけるというのをね第一優先事項にして探していきます今までもそうじゃなかったのってことなんですけど今まではね売れて儲かる価格で出して50取引クリアしてれば売れるはずなのに売れたのに50取引クリアしてないから売れないという商品が多々ありました で、それはどうやってわかるんですかというと、50取引をクリアした今出してみれば、売れる商品は売れるという状態なんでね、やっと商品探しがまともにできるアカウントになった。そういった意味でも50取引をクリアする意味があるということです。まあ、あの、個別サポートの方は具体的な商品探しとか、またね、この動画見て疑問に思ったことを質問していただければいいですし、チャットワークサポートとマニュアルサポートの会員さんはね、 この動画だとちょっといまいち掴みきれなかった、わかりにくいという場合はね、またご質問していただければ、なんか別な角度で動画作るようにします。何しろ、50取引クリアしたら、儲かる商品を探す。儲かる商品は、儲かる価格で出品して、売れた商品が儲かる商品です。ということで、発見するということです。まあ、50取引。 上属クリアししてますしやってて50取引クリアできないってことはねちょっとありえないんで、えー、50取引クリアできてない人は、えー、どうすりゃクリアできるのか何で今クリアできてないのか、えー、その辺をね、えー、相談していただければと思いますまあ何回やってるけどクリアできてない人は今までのやり方が何か間違ってる可能性があるんでやり方変える必要があるんでね、えー、どんなやり方をしてるかっていうのを教えていただくと、えー、非常に、えー、具体的な 役に立つアドバイスができますのでご質問ご報告お待ちしています以上アマゾ z o n エストサポーター堀秀夫でした